さて、じゃあだいぶサイドストーリーもクリアしてきたから、もうそろそろメインストーリーやろうかな。多分あの赤い柱がメインでしょ。そこに刺してんのは、前回俺があれだよね、自分でマップに刺したやつ。あ、ピラフがいるよ。ちょっと待って、ピラフ大王に話しかけに行こうよ。どこがどいつか分からんが、敵であれば倒すだけだ。お、みんないるじゃん、マイとかも。ちょ、話しかけてみようよ。おい、お、おい、シューマイ、ちょっと中に入って見てこい。え、だって恐竜がいるんですよ。うー、無理です。なんだお前、見せ物じゃないぞ。これ前回寝てた恐竜を起こせるんじゃないか。じゃあこれで見に行けばいいんちゃうん。起きない。いや、起きないよね。これやっぱストーリー進めなきゃ無理っぽいな。手合わせするとなれば、俺の修行の成果を確かめるのにもちょうどよかろう。まあじゃあちょっとやっぱりサイドストーリーだいぶクリアしたから、メインストーリーの方に向かっちゃいます。この赤いところだと思うんだけど。お、クリリンがいる。おい。うわ、ピッコロ。貴様、なかなかの力をつけたようだな。ああ、神様のところで修行したから。そうだ、ちょっと修行の成果を試させてくれないか。え、ピッコロに頼むの？殺されない？その様子では、やる前から結果は見えているがな。仕方ないだろ。俺は一度魔族に殺されてるんだから。魔族は苦手なんだ。ふん、情けないやつめ。だったらその少年ごと叩き潰してやる。そうだ、ピッコロ大魔王に一度クリリンは殺されてるからな。上がってこい。くそ、俺だって。クリリンとちゃんと戦うのは初かもしれんな。ほいほい。貴様とは一度手合わせしたこともあったんだ。オッケー。そうだ。よし。おー、やばい。やばい、疲れた。ちょ、待って。大丈夫だ、オッケー。うわー、ちょっと待って、カウンターがうまいな。ガードして、魔漢光殺法を打ちたいけど、あ、違う、魔漢光殺法じゃない。あ、でもなんかすげえコンボ技を決めれてるぞ。オッケー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 。で、魔漢光殺法はこれか。おーし、オッケーオッケーオッケー。いいよいいよ、いい感じいい感じ。オッケー。うわー、ガードしてたな。やばい、来るぞ。ガードガードしてるときにどっかでカウンターが打てるはず。これだ、オッケー。いいんじゃない。マジか、ガード。あぶねー、後ろ見したけど大丈夫だった。マジか、それはきつい。じゃあ魔漢光殺法また打てないか。無理だな。ちょっと待って、まずい、それ食らうのはまずい。ちょっと気を貯めて、オッケー。で、魔漢光殺法、うわ、外した。くそ、意外とクリリン強いじゃねえか。オッケー、これはガード、オッケー。よしよし、ゼロダメクリアみたいのもやってみたいけど、まあまあむずいな。ガードして避けるぐらいしかないもんな。なんかうまく避けれるようになりたいところではあるけど、そんなこんな言いながら、ちょっと待ってよ。まずまず、あと一撃ぐらいなんだ。オッケー、どうよ。よし、かっこよく決めれた。貴様の力は大体わかった。ふん、少しはやるようになったか。貴様の修行は間違ってはいないらしい。俺だってやれる。ピッコロはなんかこの修行に対してはすごい正直でいいやつだよね。二度と死にたくなければもっと鍛えるんだな。ほら、ピッコロなりの優しさが見えてる。そうすれば多少の戦力として期待してやる。くそ、見てろよ。やっぱ若い頃のピッコロがいっちゃん好きやな。俺だって悟空と同じ無天老師様の弟子だ。絶対もっと強くなってみせるぜ。おお、なんというパワーだ。お、なんかピッコロが驚いてるぞ。なんだ、多分もう一つのあの赤い方に行けばいいと思うんだけど、誰だろう。ヤムチャじゃないよね、さすがに。天津飯クリリンときたらなんかヤムチャな気するんだけど、さすがにな、ヤムチャではない気がする。ヤムチャだ。ピッコロ、俺の感じたパワーの持ち主が貴様だと。そういえば今は共闘してるってクリリンが言ってたな。そうだ、よく考えたらちょうどいいじゃないか。ヤムチャはさ、普通に考えたらいいやつなんだよな。男の
象徴というかさ。ちょっと修行の成果を試させてくれよ。何？死にたいのか貴様。神様の神殿で厳しい修行をしてきたんだ。あ、ヤムちゃんも修行したっけ？そういうことか。卒業試験に自分より強い相手と戦うよう言われてな。だが今の俺ならあんただって倒せるはずだ。なんか自信ついてるね。いつまでも悟空に先を越されてばかりの俺じゃないぜ。修行の成果を見せてやる。うん、死んでも知らんぞ。なんだかんだみんなピッコロのことを信頼してるよな。ほい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 。当たり前だ。オッケー、どうだ今の結構良かったんじゃ。うわー、くそ、俺だって出ていたんだからな。くそ、ガード、待って待って待って、あぶね、なんだこれ。あ、なんかヤムちゃんの技にこんなんあったな。気弾をなんかさ操ってやる動き、こいつ強い。クリリンよりは強いぞ。オッケー、魔漢光殺法、うわー避けるんだそれ。ちょ待って、やめろ、あぶねえな。オッケー、これは距離取っておきたかった。くそ、まずいカメハメハ来た。あぶねえ、回復アイテムまだ今持ってないんやからさ。あぶねえ、これはしばらく来るから。オッケー、当たった。よし、ピッコロの魔漢光殺法はマジで強いな。オッケー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 、ちゃんと攻撃を当てにいってれば負ける相手ではない。オッケー、よーし、かっこよく決まった。力の差を思い知ったようだな。おかしいな、こんなはずじゃ。バカめ、貴様が修行している間俺様が遊んでいるとでも思っていたのか。そうだ、ピッコロは常に修行している人間やからな。少々強くなった程度で俺様に勝てるわけがないだろう。言われてみりゃ、そりゃそうだな。うん、命があるあたり成果はゼロではないだろう。確かにピッコロに挑んでやられてないんだからね。一から修行をやり直すんだな。いや、ちくしょう。なんかヤムチャがさ、主人公のやつも見たいよな。見てろよ、そういう世界線。俺だってやってやるからな。そろそろあのガキの様子を見に行くか。いい加減甘さが抜けているといいが。そうだ、ご飯は何やってんだろう。ん、凄まじい木の塊だ。なんだ、サイドストーリーだね。やってっか。神様んとこじゃ修行中ろくなもん食えなかったでね。俺のお腹が肉を求めて仕方ねえわ。ヤジロベエにまたなんかご飯を届けるみたいな感じか。おい、そこのお前、ピッコロ、なんでおみやさんがこんなところに。聞こえたぞ、貴様も神のもとで修行したようだな。いや、使用したっつってもよ、俺様はただの付き合いっちゅうか、その強い気を感じてきてみたが、やはり神の下で使用しただけのことはある。なら他の奴らと同じくこいつも戦いを挑んでくるかもしれん。え、ヤジロベと戦えんの、やってみたい。5人目の修行者、え、まさかのヤジロベ戦。一体どのタイミングで仕掛けてくるつもりだ。なんだかエリア怖い目で睨みつけてんけども、一体何のつもりだ。あの真剣な目、やはり戦いを仕掛けるタイミングを測っているのか。すごい勘違いの試合だ。こんなとこでのんきに飯の用意なんかするんじゃなかったぜ。動きがないな、なぜだ、こいつ一体何を考えている。いや、ピッコロがなんか可愛く見えてくるわ。まさかピッコロのやつ俺を食うつもりじゃ。食われる中にわざわざ自分で焚き火までしちまった。仕方ない、こちらから少し誘ってみるか。貴様、こんなところで何をしている。余計な刺激をしちまったら本当に食われちまうかも。ここは落ち着いて、落ち着いて。は、腹が減っちまったもんでね、ちょっと飯の用意でもと。あはは。あ、自分から飯だなんてわざわざ言っちまったらダメでしょうが。食われる。この二人かわいすぎんか。何？この時にのんきに食事の用意だと。こいつ、俺を油断させるつもりか。なんとかして逃げねえと。そうだ。さーて、飯の用意の続き、狩りに行くとすっかな。そんで、その間に逃げりゃいいでしょうが。
さすが俺様、頭いい。ふん、狩りに行くふりをして俺の隙をつくつもりだな。その手には乗らんぞ。そうか、なら俺が買ってきてやる。貴様は飯の用意とやらを続けるがいい。なんでそうなった？いいか、そこを動くなよ。俺様は腹が減ってしょうがねえやでな。代わりに狩りに行ってくれるなら大助かりでしょうが。早くあっちに行ってくれ。なんかピッコロというやつが本当に可愛く見えてきてしまう。こういうところでピッコロ人気っていうのが出てくるんだろうな。でピッコロで鹿を6頭捕まえる。鹿はね、確かご飯の時にあれやったよね。これはこれで OK。 よし、後ろから捕まえていけばいいよね。確か言うてピッコロの方が足速いから簡単に捕まえれるな。あと2体どこにいるかね。なんか今こっち側にも逃げてったやつ。あ、いた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 。よし、 OK 捕まえたぞ。よし、これくらいでいいだろう。やつのところに戻るか。もういないんじゃね。ほら、やつはどこ行った。そうか、身を隠し不意打ちするつもりか。無駄なことを。貴様、いくら隠れても気を探れば居場所などすぐに分かるんだぞ。あ、気を使って探せってことね。オッケーオッケーオッケー。これでヤジロベの場所いるか。なんかいなさそうだけど、ヤジロベがいないんだけど、地図だとなんかここら辺ピコンピコンしてんだよな。ここら辺で気を探ってみる。ちょっと待ってよ、一旦上行って。あ、上行きすぎたな。ちょっと待ってよ、ここら辺でどうだ、いないか。あれそうじゃね。ようヤジロベ見つけたぞ、やっと。おい、そこだな、さっさと出てこい。それとも岩ごとこの世から消え去りたいか。ひっへー、逃げようと思って隠れてたのに、このままじゃ殺されちまう。ちょっとそこまでしょんべんに。貴様、しょんべんだと、くだらない言い訳を。貴様、いい加減にしろ。戦いを挑むつもりならさっさとかかってこい。挑むなんてめっそうもねえ。そうだ、今は戦えねえんだ。神様のところの厳しい修行でよ、もうこの刀が使えなくなっちまったんだわ。ち、なら新しい刀を用意してやる。少し待っていろ。いやー、この刀はそんじょそこらの刀じゃねえで、すんごい偉い刀鍛冶に鍛えてもらった刀でよ、ちょうどこれから鍛え直してもらおうと思っとったところでよ。そんなもんで戦えば次の機会ってことでどうか。勘弁してちょうよ。僕この刀が使えないとすんごく弱虫なんだわ。いいだろう。だが言っておく、俺と戦うときは正面から挑んでこい。くだらん真似は二度とするなよ。もちろんでしょうよ。俺様もおめやさんと戦えるのが楽しみだでな。逃げよう、とにかく遠くへ。さて、じゃあヤジロベのクエストもクリアしたから、ちょっともう一回地図確認して、サイドクエストがなければ行こうかなと思うんだけど、なさそうかな。なんかさっきさ、あっち側で天下一武道会のアナウンサーがいた気する。ほらほら、この人には話しかけてみたいよね。ほい。お、意外と身長高いね。レディース&ジェントルメン、第24回天下一武道会スタート。え、ここで？え？これはお恥ずかしいところを見られてしまいました。次の天下一武道会の練習をしてたのですが、ちょっとイメージを変えてみてはどうかと思いまして。こんなところで自分でも練習してるんだ。でもやっぱり今までの言い方の方がいいでしょうか。そんなことより、あなたもぜひ次の大会に出場してください。トレーニングのともにこれをどうぞ。お、プロテインくれた。ピッコロ喜びそう。分かってるな、アナウンサー。じゃあちょっとご飯の修行の成果っていうのを確認しに行こうかな。さて、ご飯はちゃんと修行してるかな。お、なんとかくたばってなかったようだな。ちゃんとピッコロからもらった刀使ってるね。一方その頃、孫悟空は海王様に会うべく蛇の道をひたすら走り続けていたが、これめちゃめちゃ長いよな確か。ついに目的の地にたどり着いたのであった。長いって言った後にすぐ着いちゃった。でもヘトヘトや。
めいたらこの調子じゃ海王様っちゅうのに会う目に一年過ぎちまうぞ。そんなに歩き続けてんの？はあ、え、尻尾だ。やった、ついたぞ。でもその先何もなくない？あれ、なんもねえ。ん？なんか丸いんが上に浮かんでっぞ。あそこまでジャンプしろと？ここに海王様がいんだ。やった。あれは武庫術使えるもんね。やっぱりだ、うちがある。ここに海王様がいんのか。いた。おめえはおめえって失礼すぎるな。海王。え、こんな出会い方やった。海王じゃ。なんかしょうもない親父ギャグを見せられたんやが。緊張して聞いていなかったな。しょうがないやつだ。まあ、海王様って本当いい人やからな。違う車両をサービスしてやろう。もしもし。あれ？誰も電話に電話。悟空なら笑いそうだけど。最高。全然真顔やった。何？悟空にも通じないシャレだと。お前何しにここに来た。ほら海王様に修行してもらおうと思って。とっとと帰れ。え、シャレのわからんやつに修行などしてやるもんか。やべえ、今のが試験だったのか。そりゃねえよ、頼むよ海王様。そこまで言うならテストしてやろう。このギャグの天才であるこの海王様をシャレで笑わせてみよう。海王様のシャレが今のレベルやったら結構簡単そうやけどな。オラがシャレをか。何にしよう。この2つはでもなんか海王様と同じレベルなキスから、この海王海王海王にしようか。海王海王。いや、これ違うわ。海王様が一発目にやったシャレだ。そりゃ今わしが言ったやつじゃろ。やべ、やっちまった。やり直し。くそ。じゃあ布団が吹っ飛んだ。え、これがなんか一番メジャーな、誰も笑わないシャレだと思うんだけど。布団が吹っ飛んだ。まさかね。電撃が走ってる海王様に。プッ笑った。海王様が笑ったぞ。お前ただもんじゃないな。海王様こんなにツボ浅かったっけ。教えてやるぞ最高のギャグを。ギャグはいいからさ、武術を教えてくれよ。なんだ武術か、それを最初に言わんかい。確か最初にも言ってたはず。どれ、今の力を見せてみろ。お前がどれほどのやつか見てやろう。よし、わかった。まだ海王拳とかも使えないよね、この悟空は。ここまでのやつとは。いいだろう、修行をしてやろう。こいつなら極められるかもしれん。センス感じてくれてる。海王拳を、そしてあの必殺技を。さあ、一方地球組は？ご飯は何やってんだ？パクパク、マンマン。お、野生化しとる。覚悟を決めろ。ピッコロさんは僕の師匠。多分こっからピッコロとの絆ができていくんよね。ご飯の。お、ご飯を操作か？今日はどうしようかな。やっぱりこの辺で恐竜の狩りかな。あいつら暴れん坊だから気をつけなくちゃ。え、もう恐竜を倒せるようになってんの？さあ、徘徊する恐竜を倒し肉を手に入れよう。
あの目の前の恐竜だよね。恐竜狩りについて、フィールドを徘徊する恐竜は気団で気絶させられ、気絶すると食材や素材を落とします。気団が当たると怒って突進してきますが、当たっても吹っ飛ぶだけで恐竜程度の攻撃ではダメージはありません。恐竜程度、いや待って人間レベルの話をしよう。距離を取りながら落ち着いて気団を当てましょう。まあそんなこと言いながらもね、でもね、ご飯もね、サイヤ人の血を引いてるから。ほらどうだ、暗い。よし、ワーニングになった。オッケー。逃げるんじゃね。逃げるなよ。やばい、逃げられる。待て。オッケー。ある程度近づけた。よし、倒したんちゃうこれ。おい、背中の傷は剣士の恥、剣士じゃないか、壁に頭が埋もっちゃった。まあ手に入れたけど、次はどうすんだ。後ろ。リンゴ一つ自分で取れずに泣いていたガキが少しはマシになったよ。確かに、あの泣き虫の孫悟飯とは思えないよね。僕ここに置いていった、おじさん。俺はピッコロだ、覚えておけ。ピッコロさん、お父さんが昔戦ったことがあるって言ってた、あのピッコロさん。少しは父親から俺のことを聞いていたか。ならば俺の恐ろしさも聞いているだろうな。確か昔はピッコロ大魔王っていう悪いやつだったって。では本格的にしごいてやるとするか。まずは飛べるくらいにはなってもらうぞ。あれ、まだ孫悟飯は仏空術知らんかったっけ。ついに始まったピッコロとの修行。まずは仏空術を解読するため、悟飯は気の扱いを徹底的に教え込まれた。厳しく何度も叱られながら少しずつコントロールを身につけ、そして、おっ、やったー、身につけてる仏空術を。よし、そうだ、気のコントロールができ始めたようだな。浮かれていられるのも今のうちだ。本当の戦い方を教えてやる。手合わせの準備をしろ。準備ができたら俺のところへ来るんだ。念のため言っておくが、逃げるなよ。いいな。次の修行か。孫悟飯操作の時に武空術が使えるようになりました。なんとか飛べるようになれたけど。おお、ピッコロさんと出会わせか。飛び方かわいいな。ちょっと怖いな。本当に思ってる？ピッコロは本当にその想像の倍以上怖い人だぞ。ピッコロさんなんて優しければいいのに。このままじゃ死んじゃうよ僕。一応その危機感はご飯も持ってるんだ。待ってよ、サイドクエストのなんかマークが出てるから、それはやりに行きたい。待ってよ、ここら辺かな。あ、占いババじゃない。あ、襲われてる、助けないと。ほい、おばあさん大丈夫ですか。まずい、いや、野良ロボットじゃ、助けてくれ。ギギギガガ、早く助けないとね。見えない未来。怖いけどおばあさんを助けなきゃ。よし倒せんじゃない今のご飯なら。ほいほいほい、あ、そんなに強くないじゃん、レベル3。 OK、 まだどこにいる。よし、まず1体倒した。ほいほい、アシストロボが仲間を強化した。どれだ、待って、こいつ強くなったのか。 OK、 よしよし、瞬間移動も使える。まだいいのか。あ、こいつがラストか。こいつか、アシストロボ。まあでも倒せたね、簡単に。ふうよかった、なんとか勝てた。ふむ、助かったぞい、やるではないか。おばあさん、一人でこんなところにいちゃ危ないですよ。ロボットの他にも何が襲ってくるか分かりませんし。そんなことは分かっておるわい。じゃがどうしても手に入れねばならんものがあっての。本当なら手下どもを向かわせるはずじゃったが。やれじゃわい。まったく、こんな時に限って手下どもが腹痛だの頭が痛いだの言い出しよって、軟弱じゃわい。じゃからわし一人で来るしかなかったのじゃ。手に入れないといけないものって何ですか。気になるかい。それはな、これじゃよ。なんだ、
占いババは綺麗な石をご飯に差し出した。あれ？石ですね。こいつはちょいと特別な石でな、わしが占いに使うこの水晶玉の力を強くする効果があるんじゃ。じゃあおばあさんは占い師さんなんですね。そうとも、わしの名は占いババ。かつてお前の父孫悟空もわしの世話になったものよ。え？お父さんが？お父さんのこと知っているんですか？まあ小さい頃から知っておる。すごいや。ふふ、まあ父親についてはわしからは何も言うまい。いずれ生き返った時に本人に聞くがよかろう。それでじゃ、話を戻すがな、石の力を使って地球の未来を占ってみようと思ったのじゃ。というのも最近地球の未来を占おうとすると急に何も見えなくなってしまっての、何か大事件が起こるのではないかと思い、石を使って水晶玉の力を強くしようと考えたわけじゃ。強化した占いの試しにお主の未来を占ってやろうかな。助けてもらった借りもある。ありがとうございます。でも僕今は急いでるから。何、大して時間はかからん。それに断ると大損じゃぞ。わしの占いはべらぼうに値段が高いからの。なんせ占い1回に1000万銭じゃ。それを今回はタダで占ってやろうと言っておるのじゃ。タダってのは珍しいんじゃない、占いババが。そりゃすごいですね。それじゃあお願いしようかな。それじゃあ早速やってみるぞい。ほい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 のさっさ。なんとこれはなんですか。ちょっと怖いな。てんてんてん。黙り込まないでくださいよ。不安になるじゃないですか。お主の未来はまさに苦難の連続じゃ。苦難？まさに厳しい谷に突き落とされっぱなしの人生。ここまで厳しい人生はわしも見たことがないわい。そんな。でもそれでご飯がめちゃめちゃ強くなっていくんよね。じゃが闇の中の遠い先にはか細いがとても強い光が見える。決して最悪というほどでもないぞい。はあ、そのおばあさん、ありがとうございました。僕もう行きます。わしの占いは百発百中じゃ。だからといって気を落とさずにな。光は必ずあるからの。さて次じゃ、早速地球の未来を見てみるかの。ほい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 のさっさ。近いうちにこの地球に2つの玉が落ちてきて、ベジータとナッパか。むむむ、そこから先は真っ暗な闇しか見えん。水晶玉の力を強くしてもこれ以上は見えぬというのか。どうやら未来の地球には何かとんでもないことが起こるようじゃの。闇か。そういえば小僧の未来も闇だらけじゃったが、その先に光があった。もしあの小僧、地球の未来を大きく関係しておるのでは。関係ないとは言えんな。なんせあやつはあの悟空の息子なのじゃから。いずれ地球にとってどでかいことをしてくれるんじゃろう。期待しておるぞ、孫悟飯や。どうしよう。百発百中で突き落とされっぱなしか。はあ。修行した方がいいかな。ポジティブ。ご飯がポジティブになってる。じゃあちょっとメインストーリーすぐ進めれそうだけど、まあそれは次ちょっとね、次回やっていこうかな。もうそろそろベジータとナッパが来そうだな。ちょっと楽しみにしとくか。